日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、川口、所沢をはじめ埼玉、東京で6店舗を展開する漢方専門一心堂薬局にご家族揃ってお試しいただきたい漢方薬の知恵を伺いご紹介します。今週も一心堂薬局小木秀之先生と一緒にこのコーナーをお送りします。小木先生こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ小木先生、今週は、はい、テーマ耳の病気ということなんですけども、はい、まず耳の病気って一言で言ってもいろんな症状があると思うんですけども、はい、主な耳の病気ってどんなものがあるんでしょうか。はい、まだご相談の部分から言ってもですね、耳鳴り、あと突発性難聴の方、はい、あと鎮静中耳炎ですよね、はい、これから暑くなってくるとプールなんかでお子さんがこの鎮静の中耳炎 でまた外耳炎、はい、あと、耳管狭窄症、こういうふうなお悩みの方も来るんですよね、はい、であとは耳だれ、あとメニエール氏病、はい、はい、メニエール氏病っていうのはご存じのようにこうめまいしたりとかっていう、耳の三半規管がおかしくなって起こってくる病気なんですが、はい、こういうふうな疾患、これが耳の病気であり、漢方相談にも多い、疾患なんですね。はい、特にこの中で多い疾患、ご相談が多い疾患っていうと、はい、そうですね、まずですね、1位がですね耳鳴りなんです。耳鳴りのお悩みの方が多いんですね、はい、で2位がですね突発性難聴でお悩みの方で、3位がですね、はい、耳だれであったり中耳炎であったり、こういうふうな順位になってるんですね。なるほど、はい、耳鳴り、耳の病気って今先生のお話だと思ったから、はい、何らかの、バイ菌とかプールとかによって起こる場合もあるし、はい、精神的なものっていうか、はい、そっちから来る場合もあって両方あるんですね、耳の病気っていうのは。そうなんですね、はい、で今日はじゃあ相談件数1位の耳鳴りにスポットを当ててお送りしたいんですけども、はい、まず耳鳴りの方に多い自覚症状、はい、どんなものがあるんでしょうか。はい、耳鳴りの方に多いですね、訴えられる自覚症状ちょっとまとめてきたんですが、はい、まずキーンという金属音、はい、これがですね常に鳴ってると。はい、あとジージージーというセミの鳴くような音が常に鳴ってる、こういうような方も多いんですね。わ、はい、うん、であとボーッとですね、なんかトンネルの中に入ったような形、耳が詰まったような感じがもうずっとしてるという方もいらっしゃるんです、はい、であとその静かなところにいるとこの耳鳴りっていうのが例えばキーンであったり、あとそのジージーというセミの鳴くようなこういうような部分が静かなところにいると気になってしょうがないというふうに訴えられる方、はい、であとですね、疲れると耳鳴りが大きくなって仕方がないというようなことを訴えられる方が多いんですね。なんか私もたまにキーンっていうのが聞こえてくるような気がすることがあるんですけども、はいはい、常にっていうことですよね。そうです、キーンだったりして、その今沢さんが言ったのがずっと、もう一日中寝る前まで、それはちょっと大変っていうか、一回気になり始めるともうなんか大変ですよね、うん、そうですね、ですからもうこれがもう眠れないその原因になったりなんかされる方もいらっしゃるんですね。はい、それはかなりお辛いと思うんですけども、はい、その漢方での改善で今日もまた、はい、お持ちくださったようなので教えていただけますでしょうか。はい、はい、了解しました。まずお一人目の方ですね、はい、耳鳴りということでこの方の訴えはキーンという金属音、これが常になっていると、で特にですね夜気になると、はい、であとその静かな部屋にいると、気になったりもしますと、で疲れたりでこの方の場合特徴的な水分を多く取りすぎた時にこの耳鳴りが大きくなるような感じがすると、そういうのも関係あるんですね、はい、うん、そうなんですね。であとこの方は胃腸が弱く下痢しやすい、はい、でめまいがたまにすると、で病院の方にも通院されている方で病院の方からビタミン B12 の錠剤とあとアデフォという、お薬、この、2種類のお薬をいただいているというような方の症例なんですね、はい、でこちらの方に、服用していただいたお薬っていうのが涼経術漢湯というお薬なんです。でこの方の経過なんですけども、まず1ヶ月経った時点でのコメントがですね、
胃腸の調子がまあ良くなってきた感じがして、まあ、便も形になってきたと、まあ、軟便傾向にあったんですけども形になってきたと、まあ、耳内とは違った部分から良くなってきてるんですね、はい、で3ヶ月経った時点でのコメントがですね、耳鳴りが時々小さくなってめまいもこの1ヶ月全く起きなかったと、はいはい、まあ、そういうふうな報告をいただいたんです。で6ヶ月経った時点でのコメントがですね、週に 1,2 回しか耳鳴りが起きなくなってきたと、はい、で気分的にもイライラしなくなってきたと、まあ、そういうふうな形で喜ばれて、ご報告にいただいた、ご報告に来ていただいたんですね、はい、で13ヶ月経った時点なんですけども、耳鳴りの音が気になくなってきて以前悩んでいた他の症状も落ち着いていますという、まあ、そういうふうなコメントをいただいている方の症例なんです。だから気になってたのは耳鳴りでご相談にいらしたんですけども、はい、その他にもちょっと胃腸が弱かったりとか、そういうのも全体的に、はい、体全体的に良くなられたってことですもんね。そうですね、はい、やっぱり体のバランスっていうのが大事なんですね。そうなんですね、はい、さあもうお一方、はいはい、次の方はですね、1、2年前からこの耳鳴りでお悩みの方の症例なんですね、はい、で、この方のまあ具体的な症状としましては、キーンとかジーとかいう音が左耳で鳴ってると、常時鳴ってるんですと。左耳だけですか、はい、そうなんですね、この方、はい、で耳鳴りが夜に強くなるケースが多くて、そのために眠れないことが多いんですと、はい、ですからもうイライラしちゃうんですと。で後頭部や肩が凝るということと、あと高血圧症で、まあ、お薬を服用してるんですね、この方で。お薬を、飲まないと160近い上の血圧に対して下の血圧が93にもなったりすると、はい、で頭痛したりめまいがその時々あるんですと。であと、肝機能が低下していて、まあ、肝臓機能の数値がやはり高いというようなことを、訴えられた方の症例なんですね、はい、でこの方にはサイコカ龍骨ボレートというお薬を服用していただいたんですけども、はい、まず2週間経った時点でのコメントがですね、後頭部と肩のこりが良くなってきた感じと、で1ヶ月半経った時点ではですね、キーンという音が少し小さくなった感じがするし、寝つきも良くなってきた感じがすると。で4ヶ月経った時点では血圧も、まあ、病院に行って検査したそうなんですね、血圧も下がっていてですね、160近い上の血圧が140台で、で90超えた下の血圧が80台で最近安定していますと、はい、で頭痛も起きなくなってきました、で7ヶ月経った時点では耳鳴りも昼間はほとんど気にならないと、で夜もぐっすり眠れるようになってきました、うん、はい、で11ヶ月経った時点なんですけども、ほとんど耳鳴りは気にならなくなって、でたまに鳴ることはあるんですけども鳴っても気にならないと、で最近では頭痛めまいをはじめ血圧も安定して体全体の調子がいいんですということで喜ばれている方の症例なんですね。よかったですね、はい、本当そうなんですね。ね、おった方ともだからキーンっていう金属音のような耳鳴りなんですけども、はい、それぞれ症状が全く違うっていうか、はい、ね、それも特徴がそれぞれ病気に、はい、病気っていうかね、はい、あるってことですもんね。そうなんです。はい、で同じ耳鳴りでもそれぞれ違うお薬、症状に合わせたお薬を処方されたということですけども、はい、だから病気って本当に一箇所悪いって言っても、はい、全体的になんかつながってる何かがあるんですね、はい、そうなんです。やはりその体の基本的なバランスが崩れることによって、その方その方の弱いところに症状が出てくるような、そんな感じだと思いますね。なるほど、はい、特にもう耳が気になるけども、うん、相談してみると他にもいろいろみたいな、そうですね、はい、じっくり時間をかけて漢方でお二方とも1年ちょっとで、ね、はい、良くなられたということですので、もし何か気になる症状がある方はね、1日でも早く一心堂薬局の方にご相談なさってみてください。はい、相談料だけはもう無料ですのでね、はい、本当に気軽に行ってくださればと思います。また番組の方でも小木先生の質問お待ちしておりますので、そちらの方にもよろしくお願いいたします。というわけで一心堂薬局のヘルシー漢方、今週も小木秀幸先生と一緒にお送りしました。小木先生ありがとうございました。 ありがとうございました。